か説明してやる。この両方の明かりでガイドナンバー80から100ぐらいの明かりが出せる。これで西条祭りのだんじりを一回バシッと光らして、そしてあと提灯の明かりをずっと漏らしていくやつ、そういう一発のシャッターでそういう動きのある写真が撮れる。そのためにこうやって重いけどこれを持って西条祭りのだんじりの間をうろうろしてる。写真って楽しいですね。この里に連れてきて39年、やっとこの里に骨を埋める気になったみたいな。東京で独身生活を謳歌していたわがまま坊主を結婚して四国へ連れてきた。お前は俺の人生の付属品だと強気な長州男だった。結婚詐欺じゃ、騙されたとわめきよったけど、東京とは違う水のきれいさ、山の美しさに負けて住めば都か。最近はおとなしくなってこの里で終える気になったらしい。10年前から年金生活になって、もっぱら映像に執着し、カメラを持って出たわ。どこへ行きよんかわからん。ビデオも趣味で、本人は一発のビデオカメラマンのつもりになってる。ローカル局では取材結果が月に 1,2 回は放送されるから、まんざらでもないんだろう。ええこともしよるらしい。59歳から始めたパソコンにのめり込んで、今は机の上に3機のデスクトップを並べて、ネット専用、ジム専用、ハイビジョン編集特化機と華麗に使いこなしとる。いつの間にか市内の高齢者からパソコン音痴をなくしたい言うて無料の講習会をもう4年も続けとる。このやんちゃ坊主を預かって40年。2年前は腎臓破裂の緊急手術で真夜中に危篤で呼び出された騒ぎもあった。もうびっくりさせられたんじゃけ、危ないことも随分やらかして、その後始末は全部私の役目だった。老骨に鞭打ってボーリングにも月数回行きよる。先日はハイアベレージ278を記録したと狂気乱舞していた。ボールが悪いと次々と作り替えて、倉庫には10個近くが眠っとる。明日はボーリング大会、今日も仕上げの練習に行くんだよと張り切っとる。四国へ来てびっくりしたことは、街中の小川の川底の玉砂利が見えるってことね。これはすごかったね、びっくりした。泳いでる魚も見えるしね。それと視野の、自分の視野の中に青い山が見える。これも東京では考えれないことだったからね。それだけでもまあこの里に住んでもいいかなと思っちゃったのが運の尽きで、それから40年、この瀬戸の潮風香るこの里で余生を送ります。おとなしく常識の枠の中でおどおどと生きてる人たちを脅かしながら、これが楽しいんだ。年金生活になって扶養家族になったけど、お前はやっぱり俺の人生の付属品だからな。またねねこと言うよ。